客さんで、うんうんうん、結構強い人で、うんうんうん、ウイスキー1本持ってったのね、でキャンプはもう1個しか作んないで、うん、ベースから1個作ってアタック、それも日本から17日間で作ったんだけど、もう1回順応しますよって言ったら、倉岡さんもうめんどくさいからもう行っちゃいましょうとか言って、あ、そうですかとか言って行きますかとか言って行きますかそれで、登頂して帰ってきた時のためにウイスキー1本置いちゃったの、そしたら夜中に黒川さん緊張して寝られへんから飲んじゃおうかとか言って登頂の前の日に飲んじゃったで、でその次の日はもうバリバリ行ったんですか、バリバリ登頂して帰ってきた、酒なかった、すごい、やっぱりでもお酒はほんとうまく適応順応したら、あったほうがいいっすね、あったほうがいい、あったほうがいいっすね、なんちゅうかやっぱこういう大体こうテントってちょっと一区切りじゃないですか、そこでやっぱそうリラックスしますよね、お酒あったほうが、するするする、うん、お酒はね大事よね、え、いや自分もなんかあとエネルギーにもなりそうだし、ね、糖分としてねとか言って、そうですね、うん、あっちはワインだからね、あいいっすね、でもワインも好きだし、だからアメリカで経由地で、酒ウイスキー買ってと、上に持ってくように、いやこのぐらいの高度だったらいけるんですけどね、そうだね、ほんとなんも、もうめちゃめちゃ飲みたいしめちゃめちゃ食べたい首ですよね、でも、ね、多分俺思うんだけど、三浦の効果は結構あったんだと思うんだよ、ああ三浦さんの効果はでも間違いなくあると思うんですね、あの6000で一旦今何にもやんないで、どこまで限界いくかなと思って14とかなった時とかもうなんかちょっとこうその後2日記憶が曖昧だったとか、そこら辺も含めて、あ今ちょっと酸素足りてないなって今日も思ったし、で酸素を入れたらやっぱり調子良くなるし、そうだね、まあでもこれ意識がある時になんですよね、だから寝たらどうなるか分かんないですけど、まあ、それは危ないよ、ある程度日数かけて、そうですね、まあでも多分3000ぐらいだったらいける気がするんですけどね、うん、大丈夫だね、いや大丈夫ですね、むしろ本当まだまだ飲みたい気分ですね、なんだそれ、そうしたらもっと倍ぐらい持ってきてもいやもうこれ気抜いたら飲んじゃいますもん、一口で俺も、うん、俺は今回調子いいのは、いつも3時間ぐらいで乗ってきちゃうの、あ、そうなんですか、うん、そうするとやっぱ来るんだよ、へぇ、今日はまあ結構時間かけたじゃん、そうですね、ゆっくり、俺も足が疲れたしさ、無理で早く登れなかったんだけど、それが良かったんだよね、あー、そうですか、うん、ちょうど自分良かったっす、このぐらいで、うん、多分星野さんは三浦が聞いてると思う、あ、三浦は聞いてますね、多分間違いないいい気がしますこれ、うん、だから今度あと多分また10回ぐらい入って、安いもんなんで、それを考えると、いやー本当いいですね、いやもう本当どこでもドアですね、6000メートルまで